日本の皆さんどうもこんにちは。名古屋弁でジャズギターボザン時間でやってこみゃということで、今日は音楽理論やっていきましょう。ということで、コードやっていきましょう。前回は音程、インターバルについてやりました。インターバルっていうのは、二つの音がないと成り立たないね。なんで、距離感だからね。っていうのをやりました。でも今日はコードです。で、コードを作るためには、三つの音が必要です。で、これもまた厄介で、ある法則に従ってできております。で、関係ないように思えるんですけども、ここで前回やったインターバル、音程が必要になってきます。ではコード行きましょう。ギターでコードって言ったらもうこういうね、コードブックからもう皆さん知識得て、コードってこういうジャガジャガ弾くやつだと思っている方もいると思いますね。 C O スピッツだっけまあいいや、そんなのもありまして、まあコードって曲のメロディーに対してふわっとね、和音が重ねられているというイメージがあるかもしれませんが、まあそのイメージでいいんです。で、これを音楽理論的に説明していきます。さっき言ったコードを作る絵でも最低でも3つの音が必要だよって言ってたね。では、とりあえず3つの音を使ってやってみようか。では、3つの音重ねてみました。ギターだと大変だけど。どうでしょう。まあコードっちゃコードなんですけども、なんか、みんなの思い描いてるコードとは違うよね。なんでかっていうと、ある法則っていうのは3度ずつ重ねていくんだね。そうするとみんなの知ってるコードになるね。で、 C D マイナー E マイナー F メジャー G メジャーで A マイナーで B マイナーで C になるね。はい、なのでこの3つずつ重ねた音なります。なんだろう、三つ、重ねたと。コードって、これよく見てみると、ド、ミ、ソになってるんだな。ソ、このドミソを重ねた音をコード、和音と呼びます。じゃあそのドミソってなんだというと、Cメジャースケールを弾いた時に、ド、レ、ミ、ファ、ソとなるね。この間の音を抜かした音だね。なので、三度、単調三度と単三度とかそういう組み合わせ。調三度と調三度組み合わせ。これもコードと呼ばれます。オーギュメントコード。まあ今、それは良くて。なので、その調三度、単三度の組み合わせによってできるものをコードと呼びます。ポピュラー音楽ではドミソドミソと重ねていって、これを3コードと言って、ジャズではドミソ C まで入ってきますので、今日はこの C を入れた4コードでやっていきたいと思います。ではとりあえず C が分かりやすいのを C で説明していきます。で、このドミソっていうのもドスの呼び方がありまして、これ1度ね、またはルートと呼ばれます。あの根っことかのね、ルートビア、僕嫌いですけども。で、このミ、これ超3度で、ポピュラー音楽、ジャズ、音楽ではメジャーサード、マイナーサードと呼ばれます。これね。で、次5度で、フィフス5度と呼ばれます。で、これが基本です。これ C だからそういう呼び方してるかっていうと、そうでもなくて F 行きましょう。ファのことね。この形をそのまま使いました。1度3、メジャーサード、5度ね。同じ呼び方。ルート、超3度、5度。ね。同じだね。なので、どこ行っても、これを使います。なので、ポピュラー音楽、ジャズの音楽では、この度数というのがすごい大事になってきます。で、この度数っていうのは何が大事かっていうと、例えば、同じ曲でも違うキーで演奏することがすごいあるんですよ。歌の人とかの兼ね合いでね。そういう時にすごい役に立ちます。で、オールB で説明していくと、まあ、とりあえずここまであるとしましょう。で、前回も言いましたが、曲のまずキー下がって、そこからのインターバルで探っていきます。なので、C、これ1度行って、次 E7、ここ3度になるね、ここから C から見たらね。なので、3度のセブンスになるんだ。で、次は A のセブンス、ここ
1度と6度になるね。それオクターブ下がったところだね。なので6度のセブンスになるんだね。で最後 Bm、 これ2度だから、なので1、3、6、2とかと覚えます。これを違うキーでやりましょう。じゃあ F で、という感じですぐ弾けるようになります。1度いって3度のセブンスいって6度いって2度という見方ができます。なので今はちょっと難しいかもしれませんが、後々これがすごいやりやすくなるので、まず音程、まずこうやって使うよねっていうのが分かっていただいて、あと度数っていうのもすごい大事だよね。コードを覚えなくても度数だけで全部できるようになりますの で、 でコードって大きく分けるともう4種類しかないんですよ。メジャーコードいってマイナーコードいってディミニッシュいってオーギュメントとなります。まあ、大きく分けるとこんだけです。ではセブンスはどこ行ったんだと。セブンスは基本的にメジャーサードの中でセブンスになってるだけなので、メジャーの仲間だと思ってください。でメジャーコード、ポピュラーでも C だったら C だけと書いてることが多いです。では C、 楽譜に大文字の C と書いてあったらこれは C、 メジャーです。たまに C に大文字の M と書いてあったりもします。でセブンス、メジャーセブンス入れたら C に大文字の M に7、または C に三角に7と書いてあったりします。でセブンスの場合は C にただのセブンスだけです。でここがメジャーサードで、で、ミからソがマイナーサード、ね、長短という組み合わせでメジャーは作られています。では次マイナーコードいきましょう。 C マイナー、この場合楽譜には大文字の C にちっちゃい M 書いてあります。でセブンスの時は C に、ちっちゃい M に7って書いてあります。で、インターバルとしましては、ここが単3度、ドミが単3度でミソが超3度になっています。でこれを組み合わせたのが C マイナーコードになります。では次オーギュメントいきましょう。こんな響きで不思議ちゃんの宇宙なのかな、僕なんか適当なこと言っちゃったけど不思議ちゃんの音です。これは譜面に C に AUG と書いてあります。 C オーギュメント、オーグと書いてあります。それがただの C にプラスって書いてあります。C 言語のやつじゃないですよ、プログラミングので。最後4種類目 C のディミニッシュになります。これ譜面には C と書いてあって DIM と書いてあります。C ディミニッシュのディムですね。 C の横に丸と書いてあったりもします。これがディミニッシュ、すごい怪しい音ですね。こういう並びになってます。でこれ見ていくと単三度とミのフラットから、そのフラット単三度、単三度、単三度、単三度組み合わさってディミニッシュというコードが作られてます。なのでこの4つのコードね、C メジャー、メジャーサードだね。で C マイナーとマイナーだね、単サンドだね。でオーギュメント見るとここメジャーサード超サンドだね。でオーギュ、ディミニッシュ見るとここが単サンドだ。まあだからってなんだって話なんだけど、響きによってこの明るい響き、怪しい、怪しい不思議な響き、明るいけどね、マイナーな響き、暗い響きに怪しい響きだねっていう感じで覚えていただければと。まずはこのコードの成り立ちとコードの作られ方、見方とかね、であとダイアトニックコードまでもう一度、おさらいしてみてください。ということで今日は以上になります。こんな感じで楽しく練習していただいて、楽しいジャギターライフを一緒に送りましょう。で今日の動画いいねと思った方はぜひぜひいいねボタン、コメント欄に何か書き込んでいただければ大変励みになります。で特に何とも思わなかったよって方がおりましたら、キットカットとだけでもコメント欄書いていただければこれ幸いでございます。ということで最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回もお会いしましょう。バイバイ。